ぐらいの、女の子の人形がですね、ダーッと並んでいるわけです。でけれどもこれは女の子の人形といっても市販のね、こう言わいただきまして本当にありがとうございました。これにてあのイベントは終わらせていただきます。ありがとうございました。網膜の投影をがあるということで、持たせてもらって、まあ、すぐに慣れて、まあ、拡大もうまくできて、
非常に、まあ 普通に見ると見えないんやけども、その投影のそれで見るとクリアに見えたので、まあ、美術館とか例えば博物館に行くにしても非常に楽しみが倍増するというね。なのでせめてそういうのが公の場所に美術館とか博物館等々にあって、もしレンタルで貸していただけるとできたらどうぞ周知していただくことがまず一番大切かなと思ってます。本日はどうもありがとうございました。これからもまたやっていただきたいし、こういう機会を持っていただいたら本当にありがたいなと思います。どうもよろしく、これからよろしくお願いします。